あー今日もないろいろあって疲れたな家に帰ってのんびりするとするかあったかあんたどこをつやいってたのおつきあいってたのほんとにもうイワシが焦げちゃうわよ <laughs> 君は何なんだ一った君はあんたの神さんでしょほらイワシ焼いてたんだからイワシが焦げちゃうから早く来てよ <laughs> あの私のことは知ってますか知ってるわよあんた IOC のバッハ会長でしょ広島行ってきたんでしょ今日早くイワシが焦げちゃうから早く食べてあの私は日本に君のような妻がいる記憶はないんだがまあ、あんたはいろんなことが迂かつだから忘れちゃったのよだってあんた日本人と中国人間違ってジャパニーズピープをチャイニーズピープとか言うんでしょあんた迂かつなのよバッハは本当にもう早くいらっしゃいイワシが焦げちゃうからあの <laughs> なんか私になんか言いたいことがあるんですかおかみさんあるわよあんた最近すごく評判悪いわよなんかぼったくり男爵とか言われて日本の人がどうなってもいいんでしょ本当にここの中では IOC さえ儲かって NBC か放送権料がたんまりくればいいと思ってんでしょ <laughs> あと昨日までのうちはと違ってなんか今日 <laughs> でかいうちは使ってんじゃないそうなのこれ葛飾北斎のね 風格30億円の中の神奈川沖の三世界で一番二番目に有名な、えー、モナイザに次いで有名な絵なんだけどこれをね強化するためにこのコーナー強化するために取り入れたのよこれでも風が強すぎてほら見て髪の毛こうなってるわよ。<laughs> まあそれをそうとしてあんたバッハさんね IOC はねだいたいね貴族のような集まりだっていうんで評判悪いわよ。 それどういういことですかヨーロッパはこれは貴族社会だからあんたたちみたいなの慣れてると思うんだけど日本人はね庶民が好きなの庶民がね IOC の委員がなんかツイートルーム泊まってるとかねなんかそういうしてるとかいうこの話敏感なの日本の庶民はあの。日本のそれはどういういことですかだからワイドショーとかねそういう暇な人が見てる番組あんのよなんか堂々もいいコメンテーターが出てきてね。 私女将さんなのか誰なのかわかんないなって言ったけどなんかどうでもいい話を暇つぶしにしてんのよ。そんな中であんたがねあのぼったくり男爵ってことで IOC を代表する悪人みたいになっちゃってるわけよ。あの <laughs> 私はアグニではでででなないないですよそうでしょだってこんなね短い時間の間に日本語もこうやって覚えて勉強してるわけだから喋 <laughs> ってるわけだからバッハさん会長悪くはないと思うんだけどやっぱりもう近所のおかみさんの間で評判悪いわよなんかもう日本人のことなんかなんか考えてる IOC がっがねできればいいんだこれでなんかもう無観客にしてそれであ東京都の組織委員会が赤字になっても IOC は懐は傷まないとかいろんなこと言われてるよあんた。<laughs> まあしかし、あの無観客にしたのは私たちの判断ではないですからね、まあ、そうでしょ、だからあんた言ったんでしょ、菅さんに、なんかもうちょっと観客入れた方がいいんじゃないかって、言ってればよ、<laughs> 言うのが遅いって、もう、菅さんになんか命令し合えばいいでしょ、それはどういうことですか、だから、菅さんはどうせね、もうひよっただけなんだから。<laughs> これ <laughs> 私の意見なのか誰の意見なのか分かんなくなってきたけども観客入れちゃえばいいでしょって言ったらいいのよそこであんた広島どうだったいや広島に行って平和への思いをますます強くしてまいりましたまあそれはねいいことだと思うんだけどただあんた広島行ってお好み焼き食べたの お好み焼きそれは何ですかあんたねそういうところがね罪が甘いのよ広島行ってお好み焼き食べなかった意味ないでしょオタクソースこうやってたっぷりかけてねなんか誰かがツイートしたよバッハが広島に来てもあのバッハに食べさせるお好み焼きはないなんて。 お好み焼きっては何ですか、それは。だからそうねあんたさっき言ったでしょ IOC の委員は貴族だと思われてるってねだからぼったくり男爵とか言われるわけよだから広島行ってねお好み焼き食べたらあバッハさんにも庶民的なところがあるんだななんかアイプロンの姿が可愛いなとかあらバッハさんなんか <laughs> おダふくソースとマヨネーズ両方かけてるってねあのそれビール飲んで美味しそうにあビールはダメね今ね。<laughs> どうって？それで評判良くなっチャンスだったのに、そうかじゃあこれから遅くもない遅くこれからでも遅くないからお好み焼き食べようかな。あじゃあ分かったわちょっと私ね今イワシ焼いてるけどお好み焼き焼いてあげるわ。<laughs> はいどうぞ。これがお好み焼きですかどうやって食べるんですか。手で食べるの手で分かってるじゃんそんなの。じゃあいただきます。おいしい。<laughs> バッハ びっくりバッハびっくりバッハびっくりこれなんか別のコメディのような気がしてきましたがあお好み焼き美味しいでしょそれが庶民のこ心、日本の庶民の心あんたたちみたいな美味しい貴族にはわかんないでしょバッハ、今まできてきた中でこんな美味しいお好み焼き食べたことないです 少しはバッハ、日本の庶民の気持ち分かってきたような気がしますでしょだって明日からじゃあ心入れ替えてちょっと頑張りなさいそうすればあんたもね日本の庶民はねあの気持ちが優しいところもあるからあんたがここ入れ替えて頑張ったらこ受け入れてくれるかもしれないわよわかりましたバッハ、えー、明日から心入れ替えて庶民の感覚を大事に頑張ってやっていきますバッハ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 あんたそれはねバっかじゃなくてバルタン星人 バッハタン星人お後がよろしいようで <laughs>。